どうも、月刊地図編集長のヤスです。んじょぼーです。そうはい、YouTuber も始めていきたいと思います。いや、なんか大変なことになってんすよ、畑が。5月ね、なかなか来れなくてですね、ちょっとね、夏野菜ちょろちょろ植えたんですけど、その他の玉ねぎだとかニンニクだとかそら豆だとかがね、大変なことになってんすよ。大変なことになってる。なんで今回ちょっとその状態をお届けしたいと思います。それでは行きましょう。月中何から行く？ちょっとじゃあそら豆から行きましょうか。いつの間にこんなんだったこいつら。こいつに関してはさ、全然成長もしなかったしさ。でもちょっとちっちゃいの取ってみるよ。これ食べれるかもしれない。なんかブニブニしてんじゃん。おーいえ、おーおーいえ、もう料理できてるみたいな感じになってる。おーいえ、近場に全部ダメか。でかいのって取っていい。いいよ。あー、もうここから漂う。あー、柔らかい。あ、フレッシュ。いやでもだよ、なギャンブルしたくないじゃん。これもう避けないわ、避けない。おーいえ、食べれなくはなさそうなんだけどね。なんかこんなんじゃなかったよね。こんな小ぶりじゃなかったよね。こんなんじゃなかった。キヌサヤ、秋ですよ。少女が言ったね、誰か除草剤撒いたんじゃねえかって。除草剤撒いてくるから。こんなカッチリ地面に植わっててここまでなる。確か枯れちゃいました。ニンニクね、今年すっごいいっぱい育ってたじゃないですか。めちゃめちゃ楽しみだったよ。で、ちょっと赤サビ病がね、5月ゴールデンウィーク明けぐらいかな、発生して、それは確認してたんですよ。で、師匠にも相談して、どうすればいいですかって言ったら、もう時間あとちょっとだからそのままにしとけって言って、治んねえからって言われて、3週間ぐらい経ちました、そっから。いや、もう枯れてる枯れてるこういう風になるもんだね。死んでるえ、で、玉ねぎはまあ倒れてて、でちょっとでもね、やっぱ葉っぱに少し白い斑点がね、なんか病気的なのが本当だなってる気がする。去年とはまたちょっとなんか違う感じなんですよね。でも、身の方は大丈夫なんで、赤サビ病も食べるのには問題ないらしいんですよね。調べてみたら、食べる分には人体には感染しないっていうことなんで。さあ、これ葉っぱだから、根はね、そう。赤サビ病が発生して問題なのは、もう光合成できなくなって肥大しなくなるっていうね。だから大きくそれ以上ならないよって、だから早く抜きましょうってことらしい。ジョボさん、抜いてみてよ、ちょっと。どれ抜いていいの？この辺にしとく？立派なやつ。うわ、もうパリパリ、乾麺ぐらいパリパリになってる。おお、でっか。お、でもいいじゃん。いいね、つぶんない。もう成長しきったんじゃないこれ。ねえ、いいじゃん、十分できたね。葉っぱすごいよ。葉っぱすごいね。握るじゃん。パリパリすごいな。どれも風ボーって音だぞ。パリパリだ。太そうなやつちょっと、あ、逆にちょっとちっちゃそうなやついこっか。でかい。いいじゃん。いいね。めっちゃいい匂いだ。すんごいニンニク。タッコさんだもんね。タッコさんですから。埼玉県産タッコさんニンニク。埼玉県産タッコさんニンニクだから、うちのは。なんだってね。いちご。いちごね、全然今年実がねできなかったです。なんもない。落ちなかったかないなのか。でもちょくちょくは出てきたけど、アリに食べられちゃったりしてたんだよね。ぐじゅぐじゅの実ならあるね。まあ、ちょっとこいつは来年もちょっとね、一回試してみようかなと思うんで、ランナーをやっていきたいと思うんで、とりあえず一旦今回は全部これ抜きます。はい、それで一手きれいにして、まあ、夏野菜まだ中途半端なんで、まあ、それを植えられるように準備したいと思います。行きましょう、行きましょう、抜きましょう、行きましょう。あ、玉ねぎ抜いてないじゃん。パンパンな玉ねぎここにあるからさ、これ抜いていい？すごいね、それ。あ、パンパンなんすよ。うわぁ、あ、尻割れしてない。立派赤玉じゃないのちょうどね、ここがもうね、折れてて、中学時だと思うんで、
いいじゃん。いい。赤玉行きましょう、赤玉。赤玉。ジョボさんの好きなさ。あー、どうしようか。それとか3番かな。3番だね。あー、これ、あー、どうしよう。これすごっ。締め行こう。これすごい。だってもうここ、すごいよ、これ。待って、これ切れちゃうんじゃないの。穴から出ないもんね。うわー、うわ、これはもう幻じゃん。尻割れちゃってるわ。綺麗な、綺麗。いや、こっちこっちでいい。あーいい。赤玉はちょっと大ぶりなんだね。そうだね。赤玉はもうちょっと早く抜いた方がいいかもしれない。ここで新たな目が誕生してるもんね。でもこれも食べれるからね、全然食べれるよ。ちょっと一旦バッて抜いて並べましょう、取れたやつを。やりましょう、昨年同様ね。昨年同様。よし、じゃみんな手分けしてやりましょう。よいしょ。月中今抜いてたらとんでもないの出てきましたよ。すごっ。ちょっと手の長いし、これ閲覧注意じゃん。うわなんか出た。おしっこした。おしっこした。あ、本当だ。なんか出た。なんか出た。おしっこした。あ、帰ってくる早。あ、もう地面入ってる。あ、シュル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 。おお、すごい。もう戻ろ。ミミズがいることはいいことだからね。モグラン食べられるんだよ。やっぱね、腐ってんのもあったね。腐ってるっていうのかな。ちょっとね、こうやって。切れちゃってっていうのもある。よいしょ。アウト臭いね。これもうあれだよ、別れちゃってんだ。別れちゃってんだね。そうだね、別れちゃって。なんつだっけ、血球じゃなくてね、もう次の世代が出てきてるってことだね。第二世代がちょっと遅かったってことかかもしんない。それ一緒に、一緒にしちゃダメなんじゃない。いや、これすごいね。いや、いける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 。去年と全然違うよ。いけるいける。去年キョロキョロだったからね。よかったら去年の動画を見ていただきたいな。何て言ったのね、移動してるからね。禁断の植え替えしちゃってるからね。すごい。いや、できてるできてる。そんなでかかったっけ。できてるできてる。たまたま肉割れしてるやつ聞いちゃったわ最初に。僕綺麗だわ、全部全部綺麗。ほら、こんな、これすごいな。なのに割れてないっていうね。さっきどんだけ運悪いんだろう。よっぽどよっぽど変なの引いちゃってるやん俺。あ、かわいい。まあこれぐらいだよね、赤玉って言ったらね。でもサイズ的には通常このぐらいだよね。でこれとかも化けもんよ。これとかも化けもんよ。あ、でも割れてない。割れてない。スライムくらい。そうだね。スライムペースって感じだね。足入れてる。こういうスライム。エコモスライム赤いもん。片手間じゃ抜けないもんな。重い重い。いや、今のはね、片手じゃないんですよ。しっかりね、ワイドスクワットのポジション取って体幹の剛性高めて持ちます。素人はこれ腕で抜いちゃう。ここ床を踏むんです。床を踏むんですよ。なるほどね。足で抜いてる。足で抜いてる。足で抜いてます。農業は足腰が基本っていうからね。足がね、全部はちゃんと肘は曲げずに足です。俺もやりたい。俺もやりたい。全然違うよ、ね、ワイドスクワットで。やったまで組んでいる。いや、曲げずに。で、背骨で、そう、そのまま地面を踏む。そういうこと。簡単。簡単だわ。両手だと結構硬いけどさ、足で踏むとめっちゃ楽じゃない。ちょっと普通に両手でやってみるわ。あー、はい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 。ちょっとこう。ね、抜くな。抜くな。やらせていい。抜くな。
いやでもおおとかやりなさい。ワイドスクワットの方がいいよ。普通抜いとる腕で。腕で普通抜いてる。月中。いやーこれ最近出したばっかなのにね。本当にね。賞味1ヶ月ぐらいでしたかね。ほら。行き過ぎじゃないですか。ウレウレだ。あ、酒だ。あ、酒だ。あ、やべ、落ちた。また出てくる。あー、終わった。あー、豆のいい香りするわ。あー、どこに行くの。俺、こっち。あ、そうそう。これが勝負じゃないの。これマイクだし。あ、そっか。これが、ね、鼻じゃないの。マイクこれが目で、これが目で、これが鼻じゃないの。耳あ、耳か。耳か、どこだ、鼻は。鼻はどこだ。これはでも、来年も使えるからね。全然、ずっと使えるよ。ずっと使えるから、これは。でも、こうやって畑の開放してるには一番やっぱ楽しいね。新しいものが始まるから、また。破壊と創造ってやつですか。俺ら何だってあれじゃん。土作りが一番好きだからさ。そうなんだよな。土作りが一番好きだからさ。これから土作りできると思う。楽しいね。ずっと危惧してるから。これ いつかこの尖ってるの俺の片目持ってかれると思ってるからね。これちょうど俺の高さから。めっちゃ怖いから。猫ブニュブニュ、なんか根腐れしちゃったのかな。モグラなんじゃん、モグラ。いやモグラ焼け作る。カラ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 。ペットボトルの風車みたいなやつね。あの振動でモグラをあれでしょ、あの驚かせるんだよね。月中。はい、終わりました。お疲れ様でした。見てください。やばくない？何もなかった。てか、パクだったよね。上手。マジで。あ、もう忘れた。収穫したやつだ。今年も。ニンニクがやっぱり今回はさ、うまくできたから。こんなにあったの？やっぱさ、ここの根元のここの太さだね。こうヒョロヒョロだったもんね。前のやつ5分の1くらいしたね。だいぶ立派なの取れたよ。きっちり詰まってんのかな。これなんかスカスカだったらいけるよね。スカスカ。いや、ちょっとさっきは見るも無残な姿でしたけど、うん、やっぱ綺麗にするっていいですね。いいね。しかもなんか収穫したらもう綺麗だしね、うん、よかった、今日できてよかったと思う。今日5月の、ね、下旬ぐらいなんですけど、前回去年は6月入ってからだったもんね。あ、そっか、追肥してなくて育ちが悪かったぐらい。いや、今年はまあちょっとなんだかんだありましたけど、うまくいったんではないでしょうか。これからはですね、あの夏野菜が始まりますので、はい、まあ、始まってもうますので、夏野菜頑張っていきたいと思います。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファームもお楽しみに。ではまた。